おしずさん、皆さんこんにちは。ただいまの奥作島の時刻は2020年9月5日土曜日の午後3時24分です。そして今日は獣医のパラダムさんの誕生日でもあります。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは本日は良い一日をお過ごしください。お、マロンじゃない、マロンちゃん、会えてよかった。お、まさか今からで、お散歩、びっくりした。なんか今からなんか出ていくでみたいな感じだったら嫌だよ。なんだろうね。お、嬉しい。あれ、10、わあ嬉しい。実はこっそりパラダメさんのためにバースデーパーティーを企画してたの。まずはそこにあるケーキの前に立ってろうそくの火を A で吹き消して、いきなりなんかあれだね。おお、すげえ。しかも、さあ早く早くケーキの前に立って A を押してこそ A を押してとか言わないでほしいわ。嬉しい。抑え、早く早くケーキの前に立ってみんな揃って、じゃあ火を消すか。じゃあいきます。3、2、1。おお、うわあ嬉しいなこれは。いやー、お、うわー、誕生日おめでとう。ワンツー、ここでみんなから、お、なんだろう、気になるな。素敵な1になるよ。でもみんなでこのバースデープレゼントに魔法をかけたから受け取ってね。一応おさいには10万するプレゼントをあげたんですけど、中に何が入ってるか開けてからのお楽しみだよ。あ、それから今日はもう一個、パラダメちゃんへプレゼントがあるの。準備してくるから、あ、わかった。お、何これ、天井、ピニャータっていうんで、みんなで協力して作ったの。おお、いいじゃん。あの中で別の、ああ、くす玉みたいな感じか。え、何それ。ハルちゃんの好きなタイミングで開始するから、準備できたら、あたいに声かけてね、ワンツー。ちょっと、おさえにちょっと話しかけてみようか。おばら、根性を入れて、思いっきりやっておくれ。すげえ。あのピニャータ、素敵でしょ？おばらのために、こっそり用意してたんだ、弟子。うわぁ、嬉しい。じゃ、ちょっと。心の準備が大きくなった感じ。それじゃあ、ワクワクドキドキのピニャータ割りを始めよっか。さあ、パラダメちゃん、ピニャータの下にスタンバっちゃって。スタンバってね。ピニャータは軽く叩いてもなかなか割れないから、素早くたくさん叩くといいよ。あたいがせーのって言ったら、パラダメちゃんは、あ、そういう感じ。それじゃあ行くよ。せーの。お、なんかそんな、そんな感じなの。いいの、そのみんなが作って、まい、おお、ピニャータ俺の上手だね。気になる中身はバースデーカップ。ダメでしょ、危ない。今の衛生上、情勢上、バースデープレゼントだよ。おお、嬉しい。食べられるのかな。たくさん作ったから一人じゃ食べきれないかもね。もしよかったら友達にはお誘い。いやー、みんなに分けるよ、それじゃあ。というわけで、あたいたちから、うわ、めっちゃ嬉しかった。パラダメさんの心に残るようなパーティーになったら嬉しいな。残りの時間は自由に楽しんでってね、ワン、ツー。いやー、嬉しいな。ちょっと、プレゼント見てみましょうか。このプレゼント見てみましょう。パーティーな壁紙だって。だからまあ、多分今飾ってあるような感じなんだろうね。マロン。何歳になっても誕生日って若くしちゃうね、ワンツー。誕生日に食べるケーキってやっぱり特別な感じがするよね、ワンツー。楽しんでくれてるかい。うちは楽しいけどさ、なんて言ったって あんたが喜んでくれるのが一番なんだからな。やっぱパーティーの主役はオーラが違うね。今日はあんたが眩しく見えるよ、パーネ。お誕生日の飾り付けってとっても綺麗だよね。僕大好きなんだ。カラフルで派手派手でなんだかウキウキしてきちゃう弟子。おばら、今日はなんだかいつもと違う気がするよ。
あ、そっか。昨日より一つ大人になったもんね。そうなんですよね。じゃあちょっとこのカップケーキ食べようか。一個食べる。あ、なんか、あ、一応フルーツ的な、あれなんだね。まあ、これで、この家具とか欲しいんだけど。いやー嬉しいなー。ちょ、こっちが。じゃあな。あ、帰るんだね。今日は超楽しかったよ。また来年もパーティーしようね、ワンツー。いや、来年も絶対いるよ、それ、そう言うんだったら。お、ハッピーバースデー、自分。誕生日をお祝いしてもらった。お、で、ここの家に戻るわけか。というわけで、本日は私が、誕生日の、おー、なんか、いろいろ。たぬきマイレージ。なんか、母から届いてるな。暦見て気づいた君の誕生日。祝う気持ちをお届けします。暦見てて、息子の誕生日忘れないでくれって感じなんだけど。ちょっと。母の手作りケーキか。これは普通に家具なんだね。さあ、ちょっといろんなちょっと住民に話しかけてみようか。お、あ、今日はトタケケさんの。いや、調子はどう？オパラ。おしゃべりしよう。今、君の考え、ことを考えててもさ、オパラと話ができたらいいなって、だとん。え、それだけ？さあ、このトンファニー、なんだ。今日の君のファッション、ずいぶんドレッシーじゃないか。そんな素敵な格好だったら、きっとどんなパーティーでもドレスコードはバッチリだね。いや、そうじゃなくて。ヤギかい、ワンダー。今日も奥徳島は穏やかだね、ワンダー。おやおや、今度はどんなようだい、ワンダー。そういえば、明日はハッピーホームアカデミー。いやいや、そうじゃないでしょ。ちょっと他の人の。お、バニラさんなんか作ってるけど。このバニラさんよね。すいません、ちょっと立て込んでて。だよね。何してるの？ふと思い立ったんで、木製の工具箱を作ってるんですよ。ついつい飲み込んじゃって、理由はやばいって奥は深いんですね。あら、パラヤメさん、知ってるような顔をされていますけど、作り方はご存知なんですか？だよね。まあね。そうでしたか。さすがですね、パラヤメさん。でさ、木製の工具箱の作り方って皆さん興味があると思うんですよね。そうだ、作り方のメモをバラヤさんに差し上げます。作り方を知らない人に渡してください。なるほど、そういう感じか。木製の工具箱の輪が広がると嬉しいですよね。なんかこれあれだよね、多分アップデート更新されたと思うんですけれども、今まではなんかその、もう誰でもなんか知っていてもなんか、もう渡すみたいな感じだったんだけど、なんか、あれなんだね、知っていて、なんかあの自分が知っているんだら、その他の住民の人にも知らせてあげてくださいねみたいな、そういう感じになったんだね。へえ、ハッピーバースデー、ありがとうバニラ。今日は誕生日ですよね。おめでとうございますだよね。え、これおすそ分けだよ。あ、やっぱり、ああそうなんだ。あら、バースデーカップケーキですね。私がいただいていいんですか。ありがとうございます。私からプレゼントをさせてくださいね。これ受け取ってください。おプレゼントだ、やっぱ。おー、嬉しい。じゃあちょっと早速見ていこうか、このプレゼント。ブックスタンドだ、確かこれ持ってなかったはず。いや嬉しい、ありがとうバニラ。私ご用ですかね。よね。そういえばティファニーさんがティファニーか、オッケー。さあ、いらっしゃいませ、マセ。なんか、あ、でもこれは確か持ってたはずだけど、とりあえずちょっとアポロに話しかけようか。あれなんじゃねえか。こんなところで出くわすとはな。ちょっと照るぜ、ダバい。
世間話でも。こんだけ品数があると、さすがの俺も迷っちゃうまうぜ。かような短時間で、お、心がけてんのによ。おめえがどうした？いや、そうじゃなくて。こうも、いや。やっぱなんか、どっかなんか、店とか、やっぱトタケ系とかにいる住民って、やっぱ祝えないみたいな感じなのかな。やっぱ家にいるとか、やっぱ村っていうか島中にをなんか散歩してるみたいな感じじゃないとプレゼントもらえないのかな。お薬、いや1個でいい。なんかあれ、シャボン玉いいだろうんだけど。シャボン玉だって、シャボン玉石鹸。あとはいいから、ちょっと花とか見てみようか。ユリ、ヒアシンス、コスモス、ユリ、コスモス、ユリ。まあいいか、この辺は。お花は、うし。でもこんな感じで。ティファニーの家ってどこの辺だっけ。あー、ティファニー大丈夫か。マレネさん、ひょっとしてお見舞いに来てくださったんですか。そうね、お薬飲んでいいんですか。ではそうね、じゃこれあげようかな。ふう、これで安心です。おかげさまで良くなったような気がします。あ、そうだ、よろしければジャージですか。 お下がりのジャージいただきました、ティファニーさんから。先ほどお薬ありがとうございました。マレネさんのおかげでだんだん治ってきたみたいです。そうね、お薬のおかげで良くなってきました。よかったな。さあ、ちょっとモニカに会いに行きたいんだけど、家にいるかな。お、あれ、なんだっけ。そう、ショコラ。あら、あなた2ヶ月おんでも2ヶ月ぶりか、やべえ。私と話す機会がなかったのはたまたまタイミングが合わなかっただけよね。うふ、いやごめん、もう完全に。でもなんか、まあ、家にいると思ったらいないってこともあるし、あの家に、なんだよ、いないと思ったらどっかに行ってるみたいなっていうのは多かったんだよな。これあげる、バースデーカップケーキ。俺が渡す側なのか。あら、カップケーキじゃない。私これ大好きなのよね。マレネさん、ありがとう。実は私もこっそりマレネ、おー、でもね、なんだろうね。これから先の人生もあなたにとって楽しい出来事がたくさんありますように。ちょっと見てみようか。これは、あ、これ、あ、そっか。バースデーキャンドル。あ、いいね。ちょっと出かけてます、だって。どこにいるんだろう、モニカ。あ、ちょっとアンチョビ、ちょっともう一回話しかけてみようか。ヤッホー、今日は本当にお散歩日和だよね、弟子。僕、お天気がいい日には急に鼻を、おお、いいじゃん。空を飛んでる小鳥さんたちもこんな気分なのかな、弟子。いや、そんなアンチョビも小鳥なのでは。ヤッホー、何かご用なの、弟子。このノルディックのセーターってすごくシンプルだから、どんな場面でも着られるんだよね。だから僕、困った時にはいつもこれを着るようにしてるんだ。こういうのって大人のたしなみでし。あれかな、ほら、トタケケさんのバースデーラ、あ、え、そうなの、マジか。じゃあちょっと行ってみようか、トタケケさんのバースデーライブ。多分あれなんだろうね、あのバースデーパーティーに招待された人に話しかけても、なんかプレゼントの間だとかはないんだろう。ちょっと見てみようか。来たね、今日の主役は君だよ。それじゃあ早速聞いてくる。あ、はい、お願いします。 OK、 それじゃあ演奏するか、席についておくれよ。なんか今日たまたまなんか土曜日だからとか、そういうあれなのかな。じゃあちょっと近めのおやつに、あれの誕生日にふさわしいこの曲をプレゼントするよ。君の誕生日そのままじゃねえか。俺ちょっと真横でトタケケの、みなおなおみな
僕この間知ったんだけど、おめでとうって言われた、言われた分だけ幸せになれるんだって。だからいっぱい言ってあげるね、おパラおめでとう。うわぁ、嬉しい。うわ、なんだこれ、涙出そう。絵をしたら、あ、うちさ、この島にあんたがいてくれてマジでよかったと思ってるんだ。こういう時でもないと言えないけどね。だってほら、照れくさいじゃないか。いつもありがとうね、おぱら。誕生日本当におめでとう。心の立ちを抑え。いや、でもだって一番最初のメンツだからね。いやー、嬉しい。パラナムさんのお誕生日なんですって、ね、ほんまにおめでとうございます。楽しい一日を過ごしているのかしら。またうちの仕立て屋にも来てくださいね。どうぞごひいきにおめでとう、キヌヨより。いや、キヌヨ、あ、でも住民できてキヌヨってことはまさか、まあそんなことはないはずだけど。いやー、まさかこんなサプライズみたいな。おっ、お誕生日おめでとうございます。また一緒にソロの旅を楽しみましょう。素晴らしい一年になりますよう祈っております。グッドラック。ラジャーです。ロドリー。ロドリーさんから、空港のロドリーさんから、こういうメッセージが。これなんか、縦読みでなんか、みたいなのないよね。おまそな、おまそすなぐだからね。二人しか、ハッピーバースデー。いやー、嬉しい。ハッピーバースデー。今日のこの曲をプレゼントさせてもらったよ。後で持ち物を見てごらん。ここらからおめでとう。あ、それか。なるほど。いやー、あのメッセージとかめちゃくちゃグッときたものが、今ちょっとこの、まあ、ゲーム実況というわけでちょっと録画させても、いや、録画して正解だったな。まあ絶対に録画しようと思ってたんですけど。というわけで、じゃあ、まあこんな感じでこのいや、最後にちょっと役場に寄ってみますか。静江さんとか何もあれかな、カヌキチとか。あら、タラインさん、こんにちは。それと、ありがとうございます。直接お祝いを言えてよかった。いや、俺も言えよかったわ。さて、それでは、本日はどのような、ああ、なるほどね。まあ、とりあえずこの辺は良くて、わかりました。また何かがございましたら、お気軽にご相談ください。まあ、ちょっと、たぬきちにも話しかけてみようか。たぬきち、おい、誕生日おめでとう、みたいな。おめでとうだな、もう、だって言うんだろうな。マレンさん、どうも、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。いや、言ってほしかったな、誕生日おめでとうだもんって。マジか。じゃ あ、 まあこんな感じでこれをバックにいたしまして、まあ今回の動画は以上で終了にしていこうと思います。また次回の動画でお会いできたらなというふうに思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。